オルキナ教のムクロ使い。なになに、敵なの？それなら勇者初段のセシル様がボッコボコにしてやるよ。セシル、どうしてここに？まさか、あんた、ディノス。セシル、あの人と知り合いなの？知り合いも何も、ディノスは私の弟だよ。弟？兄貴の間違いじゃないのか？セシル姉さん、わざわざ地上に降りてきてどういうつもり？目を覚ましたらあんたもパパもいなくなってたから、だから私あんたを探してたんだよ。でもディノス、あんた一体何年前に目覚めたの？セシルには関係ない。関係なくない。だいたいあんたオルキナ教に関わりがあるの？もしそうならオルキナ教は私たちを滅ぼす敵なんだよ。そうか、セシルはイマジナルの定理につくのか。そうだよね、新種なら誰だってイマジナルにつく。僕みたいな出来損ない以外はさ。あんたは出来損ないじゃないよ。パパだっていつもあんたに目をかけて。うるさいうるさいうるさい、イマジナルの味方は僕の敵だ。それが姉さんだって変わらない。僕の邪魔をするならここで死ねばいい。この地に倒れしたけき者、目覚めよ、カオスの名のもとに。ましょうよ兄貴。勇者道に退却の文字はないんだよ。そんなこと言ったって。そろそろお前たちでもできる頃か。何ができるの？おいげん、あれを全員であいつに撃ってみろ。お前たちの力と絆が確かなら新たな攻撃が生まれるだろう。
なんだよそれ。いいからやってみるんだな。わかったよ。それじゃみんな行くぞ。こいつはやべえ。速やかに排除させ。